日本とマルタの関係では、日本とマルタの間における国際関係を指す。両国の外交関係は1965年に樹立された。2020年9月28日より、マルタは東京に大使館を設置している。日本はローマにある在イタリア日本国大使館の一部としてマルタ大使館を設置しており、バレッタに名誉領事館を設置している。 カルカラ海軍墓地にある日本人戦没者の墓を示すプレートマルタを守るために戦死した大日本帝国海軍軍人の破壊し2017年5月27日、日本の安倍晋三首相はマルタのジョゼフ・ムスカット首相とバレッタで会談した。第一次世界大戦の最後の2年間、日本はシーレーン防衛において重要な役割を演じた。 潜水艦に対する護衛任務についていた、大日本帝国海軍の駆逐艦14隻及び、機関を務める巡洋艦は、マルタを母港とした。しかし1917年6月11日、川形駆逐艦、サカキが、オーストリア海軍の潜水艦 U-27 からの魚雷攻撃を受けて、68名の乗組員が命を失った。その後、亡くなった乗組員は、 マルタのカルカラ海軍墓地に埋葬された。この68名の日本海軍士官の墓地には1921年、欧州訪問に赴いていた皇太子、広人親王がマルタ島に寄港した際に訪問し、異例の拝礼を行っている。1964年9月21日、現在のマルタ共和国の前身となるマルタ国がイギリスから独立した。1965年、 日本は、マルタとの間で正式な外交関係を樹立した。1989年に、昭和天皇が崩御し、同年2月24日に、皇居で取り行われた体操の例には、外務大臣、ジェンス・ウタ・ボーネと秘書官、アドリアン・カミレーリが、バレッタから、マルタ大使ビクトール・ジェーガウチがキャンベラから訪日試算、列した。 日本の現役総理によるマルタ訪問は長い間実現せず、2017年5月27日に安倍晋三総理がタオルミーナサミットの帰路に初めてマルタを訪問し実現。安倍総理は戦術した第一次世界大戦の戦没者の墓地を訪れるとともに、首都バレッタにおいてジョゼフ・ムスカット首相と首脳会談を行った。他の内閣総理大臣経験者では、 海夫都市記元総理が2006年7月にマルタを訪問し、バレッタにてマルタ大統領のエドワルド・フェネク・アダミを表敬訪問している。アンドレス・ピテリ。ありがとうございます。